はい今日は12月18日夜9時10分になるところです。現在の不愛した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ヤリバン東大阪、狼少年ならの狼親父の声、こんばんも届けてまいりましょう。皆さんこんばんこばは さあ、3日ほど前に大阪市の水道局入札によるからくりこれを皆さんにお届けしましたねそして昨日私このライブを休んだのですがその間にも着々とこの大阪市の水道工事に 対すする不審疑惑です、ね、この不審疑惑を精査すればするほど疑惑ではなく不正談合この実態が見えてくるわけなんですに、ね、私がこのライブを始めたのが去年おととしこの正月が来たら2年になるんですが その前に私がこのね大阪市の水道工事の入札による不審疑惑ですねこれを報道するにあたってはまだ私もこのツイキャスという YouTube をね投稿することが慣れていなかったのでそれをうまいこと皆さんに伝えることができませんでしたが。 さあ、この2年間経験,、ね、経験して皆さんにどのようにしてこの疑惑を伝えるかことができるかさあ、今私が徹底的に調査をしてきたその経過が改めてもう一度最初から開示請求を 大阪市役所に行うことからスタートするためにはに、ね、3年前よりもこの入札の方法やり方が変わっているのかなと注視していたんですが注目していたんですがなんとこの連中らの入札のからくりはね方法はそのままで。 入札する電子入札の金額ですね。基本的なものを皆さんにこうしておりますに、どのような基本的なことかと言いますと、つまり、大阪市の水道工事、ね、最高価格だけが発表されて、最低価格が発表されないために、その 最低価格を知り得たものだけが落札できる。そうですね。これは入札の原点ですね。つまり、1億、最高金額が1億円が発表されて、最低価格以下に入れたものは失格になる。ましてや最高金額を 超えたものもの失格です、ね、1億円表題の最高金額が提示されてその最低価格が9,200万円と、ね、提起されていたためにこの9,200万円が底値である最低価格であるということを知ったものが全て 落札できるような仕組みなんですに、ね、その仕組みをどのようにして、この入札する業者は知り得るのか。ね。この最低価格を積算しているものから、入札する業者に、その金額、最低金額が筒抜けになっていたら、当然、最低金額の 近い数字を入れたところが落札する、これがね、この3年、2年間ですね。この大阪市の水道工事の水道入札に誰も注目しなかったそのためにね、この連中らは悪事を重ねていた連中らにね、行政処分が。 一年、二年前に下されたわけなんですね二つの行政処分とは、一つは、入札不正を行った、このようなものではなくね、この入札不正っていうのは、まだ、未だに暴かれておりませんから、まず一つは、ね、不正工事を行った、ね、つまり、産業廃棄物を、 ね、持っていた、その処分したマニフェストですね。これを偽造したという業者が、まず3ヶ月の市民入札停止というものを行政処分として、役所が与えた処分ですね。そしてもう一つは、埋め戻しの改良度を使用しなかった。 つまり不正行為ですね。これを行った業者には、罰金、ね、つまり、契約金額よりから、ね、その何割かを返納せよという金額にまつわる罰金刑ですね。罰金の処分ですね。この二つで、 下水道工事あ、水道工事を行っていた業者に処分が下された。見事にね、その工事を行った下請け業者ですね。元請け業者、そしてその工事を請け負った元請け業者にはすべて、ね、罰金、改良度を使わずに掘り起こしたその土で、 水道管を埋めたために、これが発覚して、そして契約金のいくらかを返納せよというね、徴収ですね。罰金徴収ですね。このようにして処分が下された。さあ、この処分がね、指名入札停止、すべての業者に3ヶ月、指名入札停止、 また6ヶ月経ったらまた3ヶ月指名入札停止つまり大阪市は元受けとなるあ下請けとなるね7業者8業者ですねこれを同時に指名入札停止にしていないんですね3ヶ月3ヶ月3ヶ月とね要するに違う 業者だけを次から次へと3ヶ月の枠の中に入れて行政処分としてやった形だけを取ったわけなんです、ね、さあ、このほとぼりが冷めて現在どのような入札結果となっているか今日も多くのね資料が当会に届けられたわけなんです、ね、どのような書類かと言いますと皆さんね3日ほど前に その書類東海がね下請けというグループですねそのグループの名前を記載して色分けした書類をこのライブを通して皆さんにお見せしましたね。さあそれではこの現在大阪市の水道工事の入札がどのようなことで 落札されているのか。次から次へと出てくる。これはね、今年の10月の12日に、電子入札結果情報検出詳細画面をもとに、パソコンから抜き出した書類なんですね。これなんですね。これ 皆さん大阪市の水道業者土木業者なら誰でも閲覧できますに、ね、東海がこれをもとにパソコンから出したものに3年前4年前からの調査していますからもう私はグループ 一社が、ね、前にもお話ししましたに、ね、一社が10班、一般5人として、10班の工事業者を抱えている、社員ですに、ね、抱えている。ということは、10箇所の工事ができるというわけなんですねこの10班の 作業員を持っていたら、同時に10箇所の工事ができる。さあ、ところが、うまいこと考えたもので、まずは、この10班が工事できるところを落札しますに、ね。そして、10班で10箇所を工事を進めていっている間に、当然、水道局は、次の 工事を発注しますに、その業者は次の入札に入るまでにも10本取っていますから10箇所で工事をしていますから次の10本には入れないはずなんですがところがなぜかこの業者は次の10本の入札にも入るわけなんですに、ね。 さあ、二十本取ったら工事できないのではないか。ね。水道工事というのは、十メーター一つの工事ではありませんに、ね、大阪市のインフラ工事というのは、すべての大阪市にある水道管を入れ替えする。ね。耐震に耐えられないような、 水道、ね、管を今まで、ね、施工されているその水道管を現在の寝、ね、室の良いパイプに入れ替えしていく。この工事ですからね、500メーター、1キロ、そういう形でね、300メーター、500メーター、1キロという形でつないでいきますに、ね、この入札、この方法、面白いこところが全て この入札結果で出てきているわけなんですに、ね、この私が色分けしたわけなんですね。このようにして、ね、皆さん、ね、色分けしていますね。すべて、これ、企業名ですね、こちら、会社名、入札した会社名、そして、金額、ね、ここに落札した金額、入札した金額ですね、つまり、この上、ね、 この上は、ね、低い金額、ね、高い金額から入れるんではないのに、低い金額から失格、ね、未満で失格の金額なんですねこの予定価格はいくらかと言いますと、ね、最高金額、ね、1億6800万トンで4万円、1億6800万 飛んで 4, 4万円。ね。この最高金額、そして落札した金額が1億5千飛んで176、え、十七万六千円。ね。15億飛んで17万6千円。これなんですね。これ。ね。さあ、この 最低金額、ね、落札した金額、ね、これが、なんとここの金額ですね。最低金額がね、ね役所が仕切っている最低金額が1億5000トンでえ17万4000円なんですね。 1>, 1億5千万飛んで17万5千円。あ、17万4千円。ね。そして、取っているのが15億飛んで万あ17万6十七万円。2円二千円違いで、ね。この一社は失格して、2千円違いで一社が落札している。これなんですね。ここ見てくださいね。これなんですね。 皆さん、ここですね、ボーダーラインね、皆さん、1億5000万円の入札をどのように積算したら、ね、2000円違いで落札できるのか。まだこれはね、2000円違いですから、ね、おそらく500円は四捨五入で、 切り捨ててになるから 1, 円単位で入れていく、ね、ところが面白いんですねここにねデータを調べたらこの黄色いところこの黄色い、ね、マーカーしたところのね金額を見ていったら漫画みたいな金額が入っているわけなんですねどのようにして入れていとるかいったらこんなんですよ皆さんね黄色い業者が入れていっている金額 1>, 1億5000トンで16万6000円。6000円です、覚えておいてくださいね。この万いや15万トンで、えー、1億5000トンで16万6000円で入れた業者。さあ、次に入れてきたのが、なんと6万8000円。次に入れてきたのが7万1000円。 次に入れてきたのが7万4千円。どうですかね。これ、3千円、2千円、2千円、3千円と、このような、ね、順番に入れてきて、なんと、ボーダーのところになった時に、1000円単位で入れてるわけなんですね。どういうことかと言いますと、落札したのが、 一億五千万飛んで、十七万六千円で落札した業者がおって、その二番手が、一億五千飛んで、十七万八千円。その次ですよ。面白いのが。十五万飛んで、十七万九千円。千円違い。ね。そして次は、二千円違い。二千円、二千円、二千円ずつ。ね。アップしていってるんですよ。ね。ここに、 集中してね一社が入札カードで入れてくるわけなんですに、ね、さあこのようにしてこの業者、ね、がグループといわれるつまり入札カードねよその元請けになるカードを一手に持ってきて手に持っていて。 この入札に参加する会社の職員が3台4台のパソコンを置いてねこの最低金額のところに集中してパソコンから同時に入れていくわけなんですねですから自分のところで これを当てようと思っても、ね、当然、単独で入れて、最低金額のところに当たるはずがありませんに、自分のところで積算して、これだと思っても、よその子の何枚も持っている業者が、同時に、ね、3台4台で、次から次へと秒単位でね入札していきますから。 そこに入れませんね。これ見てください。ね。この黄色。ね。この上には、ね。この下には入ってこないんですね。この下には。一切入ってこないんですね。ところが、このボーダーのところありますね。ボーダーのところに、この黄色いマーカーのところは集中して入れてくるわけなんですね。 さあそりゃそうですね入札カード1枚持っているものと入札カード20枚持っているものどっちが勝つと思います当然20枚持っているものはこのようにして集中的にその金額1000円刻みで2000円刻みで購入してくるわけなんですね一社一社がねまともに自分のカードを持っていたら こんなね、ボーダーラインのところに集中して入るはずがないんですね。このからくり水道局の総務契約、ね、契約総務課は、このからくりを知っているわけなんですね。どういうことかと言いますと、ね、私が3年ほど前に、このからくりを見抜いたのが、一社で、 30枚も40枚も入札カードを集めて、ね、うちが、ね、入札をしてあげますから、ね、まず、入札のカードを持っていないところは、ね、このようにして、大阪市や大阪府に入札参加資格申請書を提出してください。に、ね、指導するわけなんですねいやいや、うち土木しか許可を持っていないんですよ。 ならばおの、ね、お宅もこれとこれとこれと書類を揃えて大阪市や大阪府に入札参加資格申請書を、ね、書いて持ってきてください。うちが窓口に行って登録しますからと言って、ね、そして3ヶ月後に入札カードが送ってきたらそれを持って私の会社へ持ってきてください。うちで預かってあなたのところの 札で落札したら、あなたのところにはね、10割、あ、10割でね、1割、つまり1億円だったら、1000万円、ね、10%をあなたのところに置いて、そして私のところで下請けさせてもらいます。こういう取り決めなんですねこれをね、ずっとやっているのが大阪市の水道工事。 ね、つまり完璧なる談合で落札されていることがこれこの表でも分かりますねさあこれね一部次出しましょうかねこれですね皆さん見事ですよねこれなんですねこれねここありますねこれこの次に 金額を入れたところが落札なんですね。この上は失格なんですね。金額最低価格より安かったということで失格なんですね。このピンクのところ。さあ、このピンクがボーダーのところに集中して入れてきているんですね。入札の札を。ね。IC カードかなんか知りませんが、入札カードで。 電子入札だと言って同時にこのようにして集中してそして高いところも入ってきてませんねこういうところにはそしてねこのね失格失格のところには誰もここ入ってきていませんねそうでしょうどこにもマーカーありませんねところがボーダーのところ最低金額のところになると これピンクのねマーカーでしたところ集中的に入ってきているでしょさあこの集中的ここであたりが出ますよ最低金額ずらしていきますよ皆さんさあさあねずらしていきましたねどうですか集中したところここが最低金額のボーダーラインここが落札していますねこれこれどうですか カードを20枚も30枚も持っているところが一社でパッパカパーンパッパッパンパッパッパンンとここへ入れていく。ならば1枚しか持っていない業者はいくら自分のところで入札してもここに行き着くことができませんね。このトリックでは何でもないんですよ。簡単なことなんですよ。ね 下請けになる業者が入札しているんですよ。カードを集めて。ね。あなたのところのカードで入札しますから。あなたのところが当たったら、あなたのところには10%。1億なら1億5000万。いや、1億円。あ、1000万。ね。そして、あとは私の会社で作業員を持っていますから下請けします。 なんならあなたの一般だけあったらあなたのところでもうちの応援を入れますから工事をしてください。このようなからくりここへね最低金額のところに集中してこのグループですねこれグループというのはこの入札カードを持っていて自分の業者グループの業者を 集めたらそのカードを集めて下請けになる業者がパッパカパッパカパッパカバッパカとね時間差攻撃で最低価格のところね集中して入れてきますに、ね、ならば1枚1社で1枚しか持っていないカードを入れるところはここに行き着くはずがありませんに、ね、これをこの連中らはね年間120本ほどのね このようにして発注される水道局発注の工事を110本このような方式で取っていって残り、もうそれ以上受けても仕事ができないのでということで10本ほど残ったものを200メーター先からに1枚しか持っていないものがもう全部もううちはいりません、取りませんとお腹いっぱいですもうこれ以上やったかてねうちはもう仕事ね工事は。 ね、2倍も3倍も、ね、工事を行う業者よりも2倍も3倍も工事をとっても仕事ができませんのであとは、ね、放棄するわけなのにそうしたところに50社60社で、ね、その1つのこういうメンバーが入ってきませんから今度このようにして入ってきませんから当たりやすいですね。 当たりやすいといっても50車で、ね、10本、ね、100車で10本取るんですから100分の150、ね、分の1しか当たらないわけなんですに、ね、そしてたまに当たったら「やったまぐれ当たりで当たった!」このぐらいしか、ね、その喜びは、ね、想像に絶するものがありますに、ね、しかしこの連中らはご覧のように、ね、ボーダーのところ 最低金額のところにグループで同時に入れてくる。さあ次3枚目いきましょうか。ね。全く3枚目も同じなんですに。これ見てくださいに。このグループでね。2000円。2000円で落札。2000円違いですよ。 で落札している。ね。この2000円で落札しているっていうのがこれなんですね皆さん。この、ここが、ね。これまでが最低金額失格なんですねこの上は全部すべて失格。さあ、ここにババババーッと入ってきますに、ね。最低ライン近くになったところで、バソっと同じ色でマーカー売っていますに、ね。どうですか 同じ色でマーカーを売っているということは同じグループがここへね札を入れてくるんですよ。ね20倍持っているよその業者のカードを入札カードを預かっている者が自分のところのパソコン3台4台4人で同時にバン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 そのとこへ入れていくさあ集中しますねこのボーダーのとこ見なさい。ねここが最低金額。ね 20枚も30枚も持っていたら皆入ってきてますねこのようにしてここへこんな集中してこのボーダーのとこへ入ってくるはずがないんですに、ね、そうでしょならばちょっと外れたとこに入れるのであればねこのような状況なんですに、ね、この下にはねもうこの下には一切入ってきませんねこれねそしてこの集中してここ入れてくるそして ね、必ずここに取れるように入れてくる。さあ、これが3枚目。さあ、4枚目行きましょうか。ね、この連中らがやっている、ね、4枚目。これ、これがそうなんですね。さあ、これそうですね。どうですか黄色いところ、グループ、同じグループ。 みんなでで取ればやりややりすすいいっていうやつですねこれ集中ボーダーのところへ集中して入れてきますねこのようにしてどうですかこれここが最低価格なんですよここへ黄色マーカーのところは一斉に金額を入れてくるさあこの失格と落札した金額を言いましょうか 失格したのが、最低金額ね。最低制限価格未満。これが、1億6470万飛んで8000円。1億、え、一億6 4四百万、百7 0万飛んで8000円。さあ、落札したのが、なんと、ね。1億6471万1000円。 三千円違いですね。これで落札してみますね。ところが、このマーカー、黄色いマーカー、同じグループが入れているわけなんですね。同じグループ。ね。これを見たら、ね。会社名が別々ですから、ね。単独で入れたように思うんですが、違うんですね。同じグループのものを、 カードを集めて、一社でバン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 入れる。これがグループ入札なんですよ。ね。だから、このね、ボーダーのところに、ね。集中してるでしょ入れてくるの。このマーカー。ね。これは、大阪市の水道業者なら、すべてのものが、どこの会社、どこの会社は何グループこの会社とこの会社は何グループ そのグループがね、6つ、7つあるところが全てこのようにして、大阪市の水道工事をね、かっさらっている。これにね、まだ全てなんですよ。ね、これが4枚目、5枚目、6枚目、ね、7枚目、8枚、9枚、10枚、11枚、12枚、ね。 これほどすべて、皆さんね、このマーカーを引いていったら分かるでしょね、これ分かりやすいですね。このマーカーを私がね、出して、3年前にね、どの会社が、どのグループが、そしてどこが札を持って集めて入れているのか。がこれですね、このようにしてね、マーカーでね、すべて色分けしていった。 この前お見せしましたね。また、これについてね、お見せしますが、この、ね、ボーダーライン、ね、この落札金額ですね。落札金額、ね、このようにして、どこが落札しているかというと、ここなんですね。これ、皆さん、最初からね、こういう形で、こういう形で入れてくるわけなんですね。この、最低金額失格、ね、 この中に、ね。ありますね。ここ、最低金額が低い低い失格失格なんで、ここ失格失格失格。ね。ここ赤色多いですね。で、ブルーになってます。失格失格。さあ、ボーダーに近づいてきますよ。ね。失格を入れていて、ね。さあ、ここまでが失格、ね。失格なんですね。さあ、ボーダーが来ましたね。ここへ。ね。 ボーダー来て、ここが落札ですね。最低金額の。さあ、このようにして、この最低金額、ね、やったところに、ここに全て名前が、ね、落札した業者名ですね。これ入っていますね。このようにしてね、マーカーで調べていくと、全てが、この大阪市の水道工事の入札は、 談合というよりも独占入札が見えてきているわけなんですね。つまりこのボーダーライン、ね、どのような、ね、この黄色いところ、ね、黄色いところとブルーのところ、ね、色分けして企業名も私が全て書いてあるわけなんで どのようなグループがあるかというとね123456789大体7から89ここらぐらいまでが同じグループを持っているね元締めですね。 このグループが自分のところではご飯、例えばご飯というのは一般5人でね、工事グループを持っているとしたらご飯ですと25人の職員を抱えて1つの工事をできる班ですに、ね、このようにして自分のところは10パうちは7班、うちは5班、うちは3班というようなところでずっとね、 このようなことを知っているのは、常日頃からこの水道工事に入札参加している業者は全てが知っているわけなんですね。そして、このような不正ごとに声を上げるか上げないか、ね、長いものにはまかれぞというね、時代は皆さん終わっているとは思いませんかそして、 昨年の1月22日に、当時の吉村市長が、現在の大崎市を精査したところ、私がね、去年おととしに,吉村知事にあ、吉村市長に公開質問状を出していたわけなんですね。このからくりをすべて書類を添えて、広1号章から広第18号章まで、からくりをすべて分かるように、公開質問状を出していたところが、 当時の吉村省が精査したところ現在大阪市の水道工事は70キロから75キロしかやられていないが精査したところ業者の不備があり120キロから140キロぐらいまでできる能力があるこれからこれに向かって邁進してまいりますこのような記者会見を行いましたねさあところが現在今月まで ご覧に入れた通りなんですねこの入札ねそしてこの入札の在り方に大きな疑問を抱いている業者がいるんですねどのようなものがここに届けられたかと言いますとこれそうなんですねこの水曜大阪市の 水道管の耐震化について、耐震化について、ね、このからくりが、ここに詳細に内部情報として、東海に届いたわけなんですに。さあ、A4 にびっしり、ね、このからくりが2枚にして届いていますに。これは私が調査したものと、 ね、符号するとぴったりと合ってきたわけなんですねどのような文章か少し読んでみましょうかに、ね。現在の大阪市水道局の耐震化推進状況は年50キロから70キロである。しかしながら私が確認したところ大阪市内で水道管工事を行っている業者は 〇〇社実際に工事を行っている業者約20社だけらしいんですね。であり、その業者が有している施工班の施工能力だけを考えると、年間120キロが可能なくらいの能力があると聞きを呼んでいる。こう書いてあるんですね。さらに、もちろんその全てが可能だとは思っておらず、様々な要因、 許可条件や大阪市内での工事多発による、えー、これちょっと私ね、漢字が読めないんですが、何々部分や、えー、通断水のあ通、えー、通断水の関係など、市民への影響などを考えると、100キロ程度が限界ではないかとの意見もある。ね それを考えても年間70キロ程度というのはかなり進歩が悪いと、進行が悪いと言わざるを得ないと書いてあるわけですね。そしてこれについて様々なね、入札のやり方ですね。ここにね、中間のところです。この原因の一つで、 これが一般の建築工事などであれば確実に違約金請求になると思うし公務員だから何も責任はないと感じて適当に行っているのではないかつまり本来契約時に工期を遵守させることは当然のことであるし当正当な理由ではない工期延長は認め,認めるべきではないし契約違反としてペナルティを課すべき事項である。 そしてその後期延長理由が、本来水道工事の特殊性により発生するものの、深視の,の部分、地下埋蔵増設事例の問題が主流であるのであれば、それは予測不可能であるから、いた方ない後期延長でねが、その理由での延期が多いのかと思っていたが、実際は地元苦情や協議など、 およそ想定内にいる事項であり、こんなことで多くの工事が1年以上の延期をしており延期された工事の中には23年と本来の元工期以上の延期を行っているケースがあると書いてあるんですね。つまりこの連中らは入札して落札をしたが工事がや,るやりにくいところは 放置,放,置放置していくね。工期延長を願い出て放置しておいて、次の入札で落札した工事をやりやすいところからやっていく。このからくりがここに記載されているわけなんですね。さあ、そしてね、この入札の方法ですね。ここに書いてあるんですよね。 この原因の一つとして、一つとして、大阪市水道局発注工事の実に、ね、〇〇が5、6社に独占されており、なんと1社が、ね、40%、50%、100工事のうち30件から40件取ってしまう。1社がですよ。そらそうですに、ね 40枚の会社のね、本、元請けの会社のカードを集,ま集めてきて、自分のところでカードをね、この先ほどね、金額最低ラインのところに集中して入れますねに、1000円単位で入れていって落札します。そこへ集中して入札するわけなんですに、練習入札。さあ、4人も5人もパソコンをお前に据えて、一社でそこに用意ドンで入れていく、40枚入れていく。 最低金額は分かっていますから、ね、取るところは当然一社ずにあ、次はうちのこの40枚の中からこの会社に決めますよと言って、他はそれより2000円、1000円、3000円、5000円、高い札でバン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 、それより低い金額で入れていく。で、ね、失格。最低ラインをても失格。そうですね。さあ、高いボーダーラインですから、 1>, 1億の工事であれば、9200万円がボーダーですから、9200万、で9200万1000円で落札していく、これが先ほどのねマーカーを引いた、あの証拠、書類ですに、そして、ここに書いてますに、要するに、金額にして何十億円分の工事を受注しているということではないか。ね この原因の一つで、大阪市水道局発注工事の実に、3、40%が5、6社に独占されており、なんと1社が40%以上金額にして何十億円分の工事を受注しているというではないか。もちろん、年間入札件数制限により、1社が入札できる件数は3件までであり、本来ならばこのようなことは起こらないはずであるが、 数年前に同局で贈賄事件があった時と同様に実際に施工を担当する業者が複数の入札参加資格書のある業者と連帯協定談合を行い入札に参加し落札後はこの施工担当業者に仕事を任せるという仕組みを完成させることによる一社独占 もしくは上位数社が大阪市水道局発注工事を独占するということを可能にしていると考えられる。このように記載しているんですね。さあ、70社の入札があったとして、20社の入札札を持つ業者と、さあ、ここですね、皆さん。70社の入札があったとしてね、20社の 70件の要するにね、70社の入札ね、あったとして、ね、70社というのは、自分のとこれで真面目に、ね、70の業者がね、これを入れて、札を入れていくと。ね、70社の入札があったとして、ね、20社の入札、札を持つ業者と、1社の札で入札を行う業者との入札が、 公正な入札と言えるであろうかで、ここで正しているわけなんですね。その証拠に70社からの入札がある中で、この多くの入札札を保持するグループの入札価格は資料の通り、入札結果とグループ表必要1000円から5000円で均等に入札価格を割り振っており、 公正な入札、示し合わせていないと現実で、ね、えー、実現できない金額の、ね、並列を実現していると書いてあるんですね。どうですか皆さん。ね。私が指摘したい通りに、このようにして疑問を持っているね、人がおるんですね。私のこのライブを見て、ね、大阪市の水道、 ね、入札を行おうとしている今まで入札してもね一回も当たったことがない3年も5年も10年間も入札に札を入れても一度も当たったことがない5万とおられるわけなんですに、ね、ならばこの連中らが全て70キロの、ね、工事を68キロまで すべてててこのグループで独占してしまっているだからいくら入札落札しようと思ってね一社一枚で入れても20枚ねカードを持っていっているああこんばんはねものが次から次へと入れていくねところはそうですねありがとうございますね次から次へと入れていくしかしね当たるはずがないんですね 1一社1枚でカードを入れていく入札と1人で30枚も40枚も1社で持っていて社員が4人5人でパソコンを置いてそれから最低ラインのところに1000円違いで同時に入れていくこのことがここに書いてありますに、ね、その証拠に70社から入札がある中でこの多くの入札札を 保持するグループの入札価格は資料の通り、ね。先ほど私が、ね、皆さんに見せていますね。この資料の通りですね。この資料の通りね、ね入札価格とグループ表必要、私が持っているわけなんですね。入札価格とグループ表、3年前に、 私が徹底的に調査して作った皆さんに3日前にお見せしましたね。またこれをね、見せながら今日は新しく、この入札、現在大阪市が近年、今年だけでもね発注したこの入札のからクり、すべてここに出てきましたね。そしてこれが、ね、要するに1000円から5000円単位で、 均等に入札価格を割りり、振っており公正な入札示し合わせていないと実現できない金額の並列を実現していると書いてあるわけなんでさらにこのような実態が何度も不正ではないかとの報告が大阪市に 入れられららているにもかかわらず数年間継続して行われており明らかに誰が見てもカンニングではないが申し合わせとしか思えない実情があるにもかかわらず黙認しさも公正であるかのように行われてきた結果が工事の独占による工事進歩の遅れを推進,進や心身の遅れを招くとともに工期延長の形骸化 を発生させてていいるるる原因ででああと書いてあるんですよ、ね、ここにね。さあ、ね、簡単に言えば自社の施工の能力以上の工事を受注したがために工事施工を行うことができず工期延長に頼り実態そして工期延長ありきで考える体質容易に 工期延長を業者の都合により目をつぶる水道局を分かっているがゆえに自社の安定のため多くの工事を受注しストックとして取り扱う業者と書いてあるんですよね。皆さん。ね。そして、しかもこの工事の独占状態については大阪市水道局の上層部は愚か一般監督員 職員ですらも周知の事実としており自分の監督工事が遅れている実態が今何々工事センターの工事をやっておりあ,らあ,あちらの工事はもうすぐ後期で後期延長も理由が難しいからこちらの工事はあっちが終わってからといった内容の話もあるというこれは水道局が長きにわたり 継続してきた体質そのものもである。同一業者が長きにわたり水道工事を行ってきたことによるあなたはあなあなあ体質慣れ合い体質となっておりこのような実情が普通であると勘違いしてしまっているのではないのかと疑いたくなるし実際のところその弊害が推進進歩の遅れとな,の遅れとなり大阪市民の ライフラインを守るべき立場の人間がその使命感を忘れ業者の言い分を聞くもしくは後期延長を普通の行為として行っているようなことになっているのではないか。ね私がこの後期延長願いこれをね開示請求で求めたわけなんですに、ね、そうしたところ出てきました。なんとねつまりこの 文章にあるように、見えないところですね、水道管が埋まっているところは。ね、この見えないところ、例えば、ね、どのようなことかと言いますと、ね、正当な工事を行っていて、ね、道路を掘削していっ,てったところが、途中で、ね、横から下水が出てきていて、ね、それをクリアするのに、ね、大変なことが、 ね、起こるとだからこれをやるのに、ね、日にちがかかるので時間延長後期延長をお願いしたいこれなら、ね、当然正当な後期延長ですに、ね、ところが私が閲覧したのは、ね、工事を行っていたら、ね、木曜日にその通りの横の動物病院があって木曜日は、ね、休診なのでうちの 車が出入りするので、工事をやめておいてほしい。と言われたので、後期延長願いを申し出た。このようなね、とぼけた。それは、水道工事で発生する前に、地上で市民や商店の苦情っていうのは出ることは、百も承知で、業者と市役所は、ね、いつ一課までに、この前の道路を 水道工事を行いますからと言って、しらシを作って配布して、その間には何もトラブルなかった。ね。もし本当にその動物病院が水曜日に、あ木曜日に休みであって、この自分のところのガレージから車出入りがするから、ね。というのは、工事を行う前に解決している話ではないんでしょうかね。このようなね、 とぼけた、ね、後期延長願いを平気で公文書としてね閉じていたさあこれ誰が作ったかというとね業者と癒着している現場監督が作っているらしいんですねこんなことまで私がね調査している3年前からねずっとやっていった時に 耳に入っていたんですに、さあ、ここに、そのようなことが、ついに、このような文章にしたためてありますに、ね。つまり、結果、まず私が問いたいのは、一つ、入札で自社グループの入札札を均等に並ばせているような実態の確認と解明せよ。二つ、また、 誰が見ても不自然な入札が長きにわたり行われてきたことを大阪市が認めること3つ、今後の入札の改善実態に即した入札の実現を行うこと4つ、大阪市水道局の体質改善を要求する5つ、 大阪市水道局発注工事の後期延長の審査及び許可を行う水道局以外で構成された第三者機関の設立を求める。6つ、後期内竣行の厳格化と明確なペナルティ条項の明確化を実現せよ。このようにして、5つ6つの、ね、ここに書いてますね。要するに、 これほど大阪市の水曜局の工事発注、東西南北の工事発注は、油着に油着、談合に談合を重ねてやっていることは、工事関係者であれば全て知っていると。それを長い間、黙認して、放任して、役人と業者が結託して、市民の 税金、国民の税金を異いように食いつぶしている。自分らのやりたい放題のことをやって工事を行っているために、120キロできるはずの水道管の入れ替えが年間70キロしかできていないということが、ね、私の調査でも分かっているし、そしてこの、ね、この文章にも、ね、その実態がこの度ね、明確に書かれているわけなんですね。 そして、先日も、紀伊水道で地震が発生し、75年前に大きな地震があり、もう、もう、 東南海地震はいつ起こってもおかしくない状態であると思います。その時、やはり市民を守る、市民生活で一番の問題はライフラインであり、水道、水は最も重要なものであり、その部分を大阪市という行政が担っているという責任を我々皆が持たないといけないと考える。これはおそらく業者の、ね、これは文章だと思うんですね。 匿名でで私のところに届いていてるわけなんです、ね、そして今さら営外化され業者となり合いのような行動を長きにわたり続ける水道局に工程管理を任せておけばこれまでと同じ結果になると考えられるまず工期延長の厳格さと第三者による監視監督体制の確立入札の適正化による推進のアップ 工場を進めるべきだと思うとともに過去の実態を究明も行うべきだと思います。民営化後についても同様のことが発生する恐れが多分にあると考えられる民営化しても行政側の指名であるインフラの守護者というところを守っていける民営化になることを望みますと書いてあるんですね。さあ皆さん、来年今年のうちにね、改正請求へ入ります。そして来年もう一度 大阪市のこのの水道入札のいこれをね、暴いていこうと思っているわけなんですに、皆さん、今日ね、皆さんにお伝えしてまいりました。ね、このようにして、ね、マーカーで色分けしたら、ねグループすべてここに浮き上がってくるわけなんですに、このグループは何グループにね、入っているのか、これ見てくださいね。ここれ一つにしても、ののピンクの マーカー入っているところはすべて一つのグループなんですよ。だからこの入札を行っているのは一社でパソコンからバン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 。だからボーダーのところに集中して入れてくるわけなんですね。ここが失格のラインですね。どうですかピンクのグループだけがここに一斉に入ってくる。だから一社で一枚で入れる業者など。 宝くじよりも難しいのは、現在の大阪市の水道局の入札のあり方。さあ、今日もからくりを皆さんにお伝えしてまいりました。ね、この問題、徹底的に調査をしてまいります。そしてその結果、随時皆さんにこうしてまいります。それではこんばんは、この日で失礼します。おやすみなさい。